新年1回目の旅下ガールです。よろしくお願いします。今回のテーマはこちらです。新年を楽しむ富山県魚津市の旅です。新年最初の旅にふさわしく、今回は多くの御利益がある神社に参拝し、餅つき体験もしてきました。さらに魚津名物の梅飯というのもいただいてきました。では行きましょう。富山県魚津市へ旅下ガール。富山県の北東部に位置する魚津市。ここ魚津市商店街はかつて魚津城の城下町として栄えた商店街なんです。今は閉店したお店が多く残っていますが、富山県出身の人気 YouTuber はじめ社長が魚津市を盛り上げようと、このようなシャッターアートを描いたそうです。そんな商店街からすぐそばやってきたのは魚津神社です。魚津と地名がついてますけど、こちらどういった神社なんですか？はい、こちらはもともとは神明宮という神社でありましたけれども、うん、はい、今から65年前、この辺り一帯1500軒余りの家屋が、消失するという魚津大火がございまして、うん、はい、その際に神明宮を含む5つの神社も全焼いたしまして、うん、全部合祀をして建て直していただいたのがこちらの神社になりました。建て直す際、神明宮は魚津の中心にあったため改名し魚津神社と名付けられました。5つの神社がここにもぎゅっと集まっているということなんですね。神様は、全部で9柱たくさんの神様がいらっしゃるので、 その分いろんなご利益をいただけるということで、なるほど、パワーの強い神社かもしれませんね。昔は火事が多く続いたため、社殿の作りは鉄筋コンクリートになっているんです。強いね。続いて案内してもらったのが、奥にもう一つ鳥居があるんですね。こちらは？はい、こちらは、魚津神社とはまた別なんですけど、愛宕社という火の神様をお祭りしているお社であります。火の神様？はい、高い位置にあるんですね。そうです、総本社が山の上にある愛宕神社、山の上ということもありますし、高い基礎の上にお社が設けられております。なるほど。火の神様ということで、毎年1月26日には防火意識を高めようと魚津市伝統の火祭りが行われているんだそうです。いろんなご利益がある魚津神社でリフレッシュと見てくださっている皆さんに幸せが訪れますように参拝したいと思います。お願いします。しっかりと願っておきました。今年一年も幸せに過ごせますように、うん、そしておみくじも引いてみました。果たして今年の旅下ガールの運勢は。旅下ガールの運勢、うん、今年の旅運はどうでしょうか。もう結構選びますよ。これはい、じゃん。ええ大吉。やったよかった。何事も思うようにならず不安ですが、意志を強く持ち仕事に励むことです。これを守れば幸運に恵まれます。なるほど、ロケ頑張ります。で、はい、旅行運、交通事故にくれぐれも注意してくださいということで、遠出しないようにしないとね。今年もいろんなところに行って、ね、いろんな情報を皆さんに届けられるように私も仕事に励みます。魚津に来たらやっぱり魚介が食べたいですね。魚津ってほら魚っていう感じも入ってますからね、はい、ということで、あちらパステルカラーの可愛い建物、魚津丸食堂さんに行ってきます。
魚津丸食堂は目の前に漁港があり、海を眺めながら食事を楽しむことができます、うん、魚津といえばバイ貝が有名なんです。お刺身で食べても美味しいですが、魚津丸食堂では一風変わった料理でバイ貝を楽しめるんです。それがこちらです。バイ貝を煮込んで旨味たっぷりの煮汁とともに炊き込んだバイ飯です。バイ飯、おかわりしたくなるね。バイ貝がねたっぷり入った炊き込みご飯、うわ美味しそう。いただきます。これは美味しい。バイ貝プリプリで、そのバイ貝の旨味がもうほんとたっぷり凝縮されてる新鮮なお魚のご飯がいただけるのはもう何よりですね、うん、定食には魚のフライもついてきます。こちらのフライは朝取れた新鮮な魚を揚げているため日によって変わるんだそうです。はい、今回はブリカツでした、うん、あ、ふわふわ、ブリふっくらジューシーで、外側サクサクで、そのままで美味しいブリをこうカツにしちゃうっていうのもまた贅沢ですよね。地元で親しまれてる料理を旅行先でいただくっていうのは旅の醍醐味でもありますよね。でしかもこのバイ貝、幸せが2倍3倍にもなるって言われてるんですって、うん、新しい年を迎えた今、なんだかいいことがありそうじゃないですか。ぜひ食べてみてください。海を眺めながら食べる新鮮な魚介、とっても贅沢ですよ、うん、こちらに魚津名物のお餅があるそうなんです。行ってみましょう。続いてやってきたのは魚津市六郎丸にある芋貝餅の原七です。店名にもなっている芋貝餅って何ですか？もち米と黒部の丸芋を使って作ったお餅です、うん、この丸芋が入るとお餅ってどんな食感になるんですか？ふわっととろっとした感じのお餅で、まあ、マシュマロのような食感が、食べたことない食感だと思います、マシュマロのような食感のお餅、はい、原七の今貝餅は粒あん、かぼちゃあん、うぐいすきなこ、すりごまの定番商品のほかに、新しく販売されたほうじ茶あん、抹茶あんといった合わせて6種類の味を楽しむことができます。今回私はうぐいすきなこの芋貝餅をいただきます。うん、おいいな、なんか伸びる、うん、柔らかそう。ほっちゃほちゃ、うん、食べていくと本当にトロトロってしていきますよね。でこのうぐいすきなこもこういい香りで、お餅自体は本当にシンプルな味付けですよね。まあきなこにはお砂糖入ってますけど、はい、うん、お餅自体は塩だけで、うん、さらに原七では餅つき体験もできるということで、実際に挑戦 してみました。よいしょ、怖い怖い頑張れ、不安だ、うん。今回の旅下ガールは富山県魚津市の旅、原七で魚津名物の芋貝餅を堪能した後は、昔ながらのキネテウスを使った餅つきを体験します。では行きます。せーの、よいしょ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 、これ結構重労働ですね。よいしょ、つけてるのかなこれは、うん、よいしょ、よいしょ、これどのぐらいやりますか？まだ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 、よいしょ、あら、あら、おいしくなれ、本当に不安、うん、よいしょ、まあでも出来上がってきてますよ、よいしょ、よいしょ
き続けてる。美味しいお餅になっちゃうんじゃないですか。お、まあ、すごい美味しそうなお餅。ありがとうございます。大変ですね餅つき。お米のね粒がだんだん見えなくなって、こう滑らかな艶やかなお餅になると、なんか気持ちも丸くなる感じしますね、うん、心が丸くなって、うん、本当ですね、うん、ちょっと休憩したいですね。ありがとうございます。夢中になってしまう餅つき、こちら手ぶらで OK です。初めての方でも、まあ、ちょっと体力いりますけどね、簡単にできますよ。そしてお餅をついた後はあんこときな粉で仕上げていきます。まあ、切っていただいて、切ってください。これを持って、うんうん、ここで切れる。頑張れ、ね、頑張れ、うん、キュッ、お、切れました。お餅をちぎったらあんこを広げて、その中にお餅を詰めていきます、うん、あ、上手、うん、上手よ、やった、入ってた、入ってた、入ってた、上手、上手、やった、え、めっちゃ上手いですか、え、お店の人、上手、できました。上手やわ、上手やったね、うん、ちょっと大きい、大きいけど。お、大きいのいいんですよ。次はお餅の中にあんこを入れてくるんでいきます。あ、僕こっち結構好き。上手ね。でくるんだお餅にきな粉をたっぷりかけたら完成です。美味しそう、うん、2種類のお餅が完成しました、うん、お餅はその場で食べられるということで早速いただきます。あ、いいですね。たっぷりのあんこを入れて、ちょっと大きめに作った、うん、美味しそう。いただきます。うん、うん、うん、おいしい、美味しそう。一生懸命ね、あのキネでついて運動した後のお餅、うん、特別ですね、うん、自分で作ったからの美味しいよね、本当に、うん。これどうしてこの餅つき体験をしようって思ったんですか？餅つきする体験を、まあ、あのすることによってお餅の文化を伝えていけるかなと思って。楽しみながらみんなで作れますもんね、うん、で食べて美味しいし、うん、だから餅っていうのは正月食べる、なんか晴れの日に食べるようなイメージあるけど、ここに来ると、まあ、365日晴れの日を体験できる。そうですね、うん、だから皆さん、あの家族でもグループでもね、来てほしいなって思います、うん、皆さんのいろんな思いを込めてこうついて美味しいお餅体験してもらいたいですね。はい、はい、ということで新年らしい旅、富山県の魚津市に行ってきました。いかがでした？餅つき体験は大変そうですけれども、でも、ね、楽しそうですね。なんかお正月気分をなんか見たなって思いましたし、うん、ね、え、なんか普通のお餅も結構やっぱりね大変な、30分ぐらいみんなつくじゃない、うん、あれ芋が入ってるでしょ、あれ時間的にはあれまた別の餅つきはもう、あれもち米だけなの、はい、あ、そうなのね。だから初めはあのご主人がしてくださって、うん、後からこうつくんですけど、だいたい皆さんね、ご家族とか親戚で来て交代交代でこうやってついてくるんですよね。一人でやるのはね、やっぱりね、なかなか大変すごい、もう最後の方もぜー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 してました。軸がブレブレでもみんなで楽しいですよね。そう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 、やっぱり大人数でやると楽しいです、はい、それだけね気持ちもこもりますからね、盛り上がると思いますよ。でこちら餅つき体験8000円からとなっています。でつきたてのお餅が食べられるっていうのはやっぱりいいですよね。そしてこちら名物の芋貝餅、これが、はい、丸芋が入ってて、ほんととろーっと伸びる感じ、ほちゃほちゃで柔らかくて美味しかったです、うん、はい、魚津名物ですよ。そして魚津名物もう一つありましたね、魚津丸食堂さんでいただいてきましたバイ飯、うんうん、バイ貝を炊き込みご飯にしちゃった、たっぷりね、見るからにも美味しそうじゃないですか。バイ貝たっぷり入ってるんですよ。でやっぱ貝は旨味がたっぷりなんでね、ほんと贅沢でした。これバイ飯っていうのは漁師さんの漁師飯なんですって。はい、そして初めに行ってきました魚津神社、こちらも多くのね神様がいらっしゃるご利益の多い神社です。はい、そして大吉でした。いや、よかった、おみくじ大吉、まあ、ね、注意しなさいねみたいな感じでしたけれども、はい、いい年迎えられそうです、はい、今年も旅したガールよろしくお願いします。はい、以上旅したガールでした。